私はあの子に事実を隠した。マジで言ってやる。罪はない。真実を教えるのはあまりにむごいと思ったからだ。やばい。ってことはこれ前のゲームの本編さ、すっごい長いこと夢の状態が続いとったってことだ。だがあのディスクロニア、クロノスオルタネイト、なんかポイントが研究の方に行けっていうポイントになったけど、そっち行ってみるか。やっぱいつも通りのウキウキな顔じゃないな、リリーも。この状況では多分ポイントがついとるってことはさ、その知ってる人っていうのがさ、アイリーのことなんだろうなってことにも分かるけどさ、アイリーもう撃たれとるんじゃない？アイリーのことは止められなかったみたいな感じの展開でここ来とるんじゃないかな。そんなわけでラボに来たが、こっちやな。で、隠し扉がここ。ここに来たから、あ、なんだ？何の音なの？処置が完了しました。ポットのカバーを開きます。あ、そっか、死んではなかったって感じか。多分アイリさんの治療が終わった。そうだった、そうだった。撃たれたわけんやけど、そこで即死ではなくてさ、ちょうどポットの自動の治療システムが波動したけん、どうにかなった。で、それが今こう感知した状態でできたみたいな感じかな。どっか添えてて、知っとる人。でもそんなまだちょっと感知とは言えんか。安静させてあげたいけど、そういう状況じゃないんだよな。ひどい怪我だったなの。どうしてここに？教えてくれ。お前のバストサイ。教えてほしいことがあるんだ。そこに入る方法だよ。鍵を使わずにあの塔に入る方法はある。量子観測塔の扉は鍵がなければ開かない。鍵じゃないとダメなん？でも博士だけが知っている強制解除方法があるはずなんだ。博士だけが知っとるか。あの大扉を開いたはずだから。そうなんじゃ。博士の他にその方法を知っている人は？ちょっとしたことでもいいんだ。何か心当たりは？アエリが知らんかったら他に知っとる人の心当たりなんかないんやけどな。何それ、ボールペン。何これ。これをあげる。役に立つかは分からないけど。何それ、ガンダムマーカー？俺最近ガンダムガンプラちょっとハマっとるけどさ、ガンダムマーカー、緑のガンプラマーカー。雑用。何よこれは。ガンダムマーカー。博士が私に残していったメッセージ。君なら何か見つけられるかも。あ、左手の力が襲えた時の頃、僕と通信で話した後、ここで何があったんだ？あの後すぐ拡張無からシステリアに接続があって、それで話を聞きたいと思ったんだ。多分システリアに接続したのはソニアだと思ったから。ソニア意識あんのか。どうしてそう思った？あの鐘が鳴った時、博士を殺さなきゃいけない理由がソニアにはあったから。博士はソニアを止められなかったことをずっと後悔してたはず。だからエピソード1の殺人が起きたわけじゃ。12年前、もしもベータに足止めされずに塔の最上階に行けていれば、ソニアを止められたかもしれないって。なるほどね。博士を殺したのはシシリアの体に入っとったソニア、春のお母さんだったわけじゃ。アイリはそれを止めようとしたんやけど、止められなかったと。私は間に合ったけどダメだったの。でももう一度チャンスがあれば今度こそ話したいっ
ってた。ねえ、局長の腕章の過去を見る限りじゃあ、そのソニアイコールエレインみたいな状況なんやな。油断しちゃった。あれは本当にソニアだったのかな。君が止めてあげて。あの人を救えるのは君だけだよ。わかった、局長。急いで最上階に向かって。いや、お母さんを止めるのは春だってことやな。このガンダムマーカーで、なぜガンダムマーカーなのか。親子でガンマーガンプラ作るんか。これはとりあえず過去見えるな、これ。君が塔の鍵を持って戻ってくるのを待っている。僕は見残された時間は少ない。ハルサイを起こさなければ二度と目覚めることのないように。このメッセージは君を迷わせることになるかもしれない。過去を見よう。とりあえず何か博士がイオンを分かるんやけどさ、観測によれば、博士やだ。塔の鍵が戻るまであと3年と少しだろう。録音機かこれ。ガンダムマーカーかと思っとったら。時を待たずに私が死んだ時のためにアイリ、君にこれを残しておく。あの実験がナイトフォールを引き起こし、世界が終わりのない夜に包まれた後。何これ。ところで何この光、なんか謎解きの答えみたいな感じになっとるこれ。私はナイトフォールの爆心地でソニアの息子ハルサイオンを探させた。理由はわかるだろう。あの夜ソニアが我々を裏切り実験を乗っ取って願ったことは、言われない迫害を受け死んだ息子を生き返らせることだ。あの子は4年前ケイスに連れられて私の元にやってきた。死の瞬間のことは覚えていたようだ。だが、え？恐ろしい悪夢を見ただけなのか、生きている夢を見続けているのか、自分にはわからない。え？春死んでんのこれ、今。これまで生きとるような記憶を持っとったのは夢なん？もうそっから夢の中だったんじゃ。私はあの子に事実を隠した。マジで言って。罪はない。真実を教えるのはあまりにむごいと思ったからだ。やばい。ってことはこれまでのゲームの本編さ、すっごい長いこと夢の状態が続いとったってことだ。だがあの子は過去を探り出し真実にたどり着いてしまった。やっぱりどこから夢でどこまでが現実なんかわからんぞこれよ。もうこの世界の真実、我々はあの瞬間ソニアが見た夢の続きにいる。現実が侵食され歪み続けている。あの子を生かし続けるための世界だ。あの塔で中断した実験が終わるまであの子の生死は確定していないのだ。だからアイリ、私は君が塔の鍵を持って戻ってくるのを待っている。我々に残された時間は少ない。ハルサイオンを殺さなければ二度と目覚めることのないように。このメッセージは君を迷わせることになるかもしれない。ソニアの息子を殺す手助けをしろと言っているのだから、君は迷わないでくれ。あの子を知ろうとするな。情が生まれれば迷ってしまうだろう。多分それ情レッス、もうそれなりに親密になってしまった。博士、それをさあ、マイヤが聞いとったら、聞いてるな。博士が春を殺すと言ったところか。聞いてるな。どっか、なんか過去の記憶の中でさ、博士、マイヤが障害になるって言ったわ。なんでマイヤが障害になるってことはさ、博士が春のことを殺そうとしようったけど、それを守るためか。これで繋がってきたんじゃ、過去の会話の意味合いっていうんがさ。どうしてなの、博士。博士も春も優しいままなのに。時計塔の鐘が鳴ったらあの子は死ぬ。
それがあの子の運命なんだ。じゃああれか、ノエルがさ、博士のことをさ、悪いやつだって言うって、もうそういう理由？ハルのこと殺そうとしとったっていうのを知っとるけんか。あの子は自分が生きていることに苦しんでいる。言ってやー、もう受け入れておくれ、マイヤ。そんなのおかしいよ。私、夢を見たもの、一度だけ。だけど、とても大切な記憶なの。星が綺麗な夜、博士に見送られながら、みんなでドームの外に旅立つ。ナイトフォールは終わって、アストラムクローズは開いている。春が死んでたら、私たち絶対にあんな風に笑えないよ。それは本当の夢だろう。ナイトフォールを終わらせるにはどうしてもあの子の死が必要なんだ。信じて、博士。あの未来はどこかに存在しているの。どうやったらたどり着けるのか私にもわからない。だけど何もできなかったって思いたくないの。マイヤ、聞きなさい。明日の実験でお前は眠りにつく。意識を分離し、未来を見る力だけを拡張無に取り込む。やばいな、なんか話が壮大すぎて言葉は出んかったから今。実況なのに、ゲーム実況なのに。おそらく3年。しかし成功すれば、3年後には拡張無ネットワークを乗っ取って未来予知を繰り返し、望む未来に都市を導くことができるようになる。その未来が本当に存在するのなら、必ずたどり着けるだろう。本当に？だが、苦しい思いをすることになる。分離に耐えられず、死に至るかもしれない。私は構わない。こうやって導き続けてきとったんじゃ、各地の中で。春が生きている未来を探す。そっか、それで3年間眠りっぱなしになっとったし。信じて、博士。各地の中で頑張ってくれよったって感じか。私は春を未来に連れて行くから。あれかな。博士、春のことを殺すのやむなしと考えつつもさ、本当は春を死なせたくないっていう気持ちがあるから、マイヤに可能性を託しとる感じなんかな。マイヤ、早くマイヤを追いかけないと。よし。結局のところさ、記憶の中にさ、なんかあったんよな。開ける方法なんか知らんけど、ギミックが展開されとったんよな。いろんな方向からいろんなところに光が繋がっとったような感じに見た目になっとったのな。あれが鍵をなしにあの扉を開くためのシステムか。めっちゃ使えとるような感じになっとるやんお前。お、なんだ、イベント入ったぞ。あれ、なんかえらいことなってません？えらい建物崩れてません？これいつの間にか。じゃないな。って感じやねん。ですいません、なんかおかしいぞじゃないんよ。もう見た感じからしたらえらいことなってますからね、これ。どこ行くん、ちょっと置いてかんといて。この音、砲撃されてる？なんか弾丸が飛んびょうような音、知らん。うわ、なんだ、打ち込まれよちゃん弾丸を。大喜利されよって、これ。ぼんやりしないでなの。あれ、ちょっと待って、この会話来たことある。管理局に行かないとなの。うわ、これもうさ、エピソード1の冒頭も冒頭のシーンで、これよく考えたら。うわー、クジラー、人々の思いが。国
に行ってみるのよ。わかった。マジか、これエピソード1の冒頭でないか、これ。なんか若干さ、物の配当が違うかもしれんけどな。だいたいこんな威力は落ちなかったしな。しゃがんで通れそうなの。マジか、こいつ繋がっとんじゃ。あ、このカメラもドローンもあったな、これ。気をつけてなの。オッケー。リリー。わかったなの。彼の背中に隠れてるのよ。よし。ブーン。オッケー。次。見て。あ、これも見た。いけるいけるいける、高さが合ってない。よーし、あの時のこの現状見よったやな、エピソード1の序盤で。すでに、あ、これ音立てるやつね。ある、はい、あるはずなのよ。大きな音がするものとか。分かってる分かってる。どこ行くねん。あの子たちの注意をそらせるかもしれない。よし、分かってるよ。みんなまで言うな。はい。あ、ダメだ。どこか行っちゃった。こっちかな。もう一度やってみるなの。ダメだった。あ、これでいいんか。オッケー。ブーン。ノエル。大丈夫か。ノエル、無事でよかったなの。しっかりして、ハル。ああ。あー、やばい、なんか落ちてくるやつ、これ確か。進もうとしたらさ、前になんかでかいもん落ちこんかったっけ。大丈夫、開けて。俺の記憶違いだったかな。外から砲撃を受けている。ケースさんも助けられなかったせいだ。やばってことは、やっぱアッシュのこと追いかけよったけんかな。アストラムクローズを守る道具壊れてしまった。マジか、やっぱ落ちてきよる。ハル、危ない。うわうわ、なるほど、ルート選びを間違えたというのが。大丈夫だ、行こう。あんま大丈夫に見えんのよな。そっか、アッシュのことを追いかけずにさ、ケンスさんのことを追いかけなあかんかったんかな。追いかけた場合別のルートが見えとったんじゃ、大喜利されずに済んどったんか。あ、ってことあれか、エピソード1の序盤で見たんは大喜利されてなかったパターンの展開か。どうなんだろう。外に、ああ姉さんがまた眠っちゃったんだ。ああ、シセリアなのに体入っとったもんな。姉さんはどこに。あの扉の奥に行ってしまった。早く追いかけないと。姉さんはきっと時計塔の上で何かするつもりなんだと思う。ノエル、僕らはあの扉を開ける方法を探しているんだ。何か心当たりはある。記憶でヒントみたいなのはあったけどな。僕らが子供の頃、博士はよくあの扉を見てた。あの2階の正面から。2階の正面。そうだ、リリー。ああ、そういえばあの記憶の時もさ、そんな感じの視点だったな。リリーがあの時計の針を回して遊んでた時、あの人すごく怒ったんだ。あ、それも関わってくるんやな、謎解きに。
覚えてるのよ。リリー、博士に怒られるの初めてだったの。耳しなしなーってなってる。秘密があるなら、きっとあの時計だと思う。なるほどね。そっか。あの時計と光の当て方かな。こんな感じがする。上から見てみよう。よし。行こうか。さらに上にも時計があるんだ。そっちの時計か。これに秘密があるに違いないなの。リリー、壊さないように。いや、こんなでかいもんさ、触ったんじゃ、リリー。うわあ、動くやん。これ。カリオストロだったら人死んでる。カリオストロだったら人死んでるからな、これ。お。これか、光って。ってことは他の光もどうにか出せる。え？え、これでもしかして全部つくんか、これ。なんか動きよる動きよる。見て、扉の前からも何か出てきたよ。あははは。何あれ？行ってみるのだ。こっからか謎解きの内容が。何よあれ？どれどれ？あ、スイッチじゃ。あ、時計の形を模したパネルみたいだ。上の階段の方からも光が出てきたみたいなの。お、あれよ、あの時見たやつじゃ。これを操作したら動くんか、あの光が。動きのところは見えんかな。あっ、おう、動きよるこれ。動かしながらちょっと見えん角度やけんな。おい、動きらんなかな。このレバー、あ、レバーがあるんじゃこれ。こっちにレバーがあるのね。どっかに当たりよったな、確か。あの上の光だってかな。あれ、なんかこんなところにコインあるで。今はこれを気にしてる場合じゃない。はーい。ちょっと過去の録画見返してみたんですけど、高レーザーの出方がさ、過去の記憶で出たでしょ。ね、だいたいこっち側が、なんかヘライ中途半端だったよね。どっかのライトと繋がっとるとかでもなく、これぐらいの、よくわからん、中途半端なところおったよな。ライトと交わるぐらいのところだったかな。交わらせとかなあかんのかな、これ。とりあえずこれぐらいにしとこっか。もうちょい上か？行き過ぎた。こんな中途半端なところだったよな。こっちが確かこの辺だったと思うんやけどな。
あ、これこれこれ。あ、え、とりあえずこのレーザーはここで当たったって感じか。あれ、じゃあこっちのレーザーってどこに当てとった、当てたつもりでさ、あの映像見えとったんだろう。俺は見返してこよう。上に光を集めてみたら何か起こるかもしれないのよ。あれ、過去の映像だったらさ、このレーザーはああいうところに映っとったけど、ここだけ場所を外しとったってだけだったんかな。集めてってことはさ、全部あそこに集める感じだったんか。あ、それでええのね。あ、全部光を集めてエネルギーを集中させればアックみたいなシステムだったんかな。やってみるわ。あ、動いて動いて。あれ、あ、来た来た。あ、逆逆。来た、これでええのか。集まった。お？春、見てなの。色変わったね。確かに青光った。これでエネルギー、あ、なんか時計、針の形浮き出てきてるぞ。それに合わせろってことか。これをさ、こっちの時計を、そういうギミック。なるほどね。見た感じ8時10分みたいなところだな。ここを、これ単身やな。単身を、これぐらい？あー、いけ、それじゃない、それじゃない。これをこう。よっしゃー！おー！なるほどね。来たー！開くんか？開いたー！あれ？開いたね、ノア。ノアじゃないわ。ノエル。ノアって前作。前作じゃんの。そうだ、この先に入るんか。ずっといつ入れるようになるんだろうみたいな扉やったもんな、これ。早く姉さんを追いかけよう。オーケー、行こうじゃないか。真っ赤やもんな。なんか地獄への扉みたいな感じに見えるもんな、色合いが。系統の中に入ったらもう戻ってこれないかもしれない。えらい濃いこと言うなお前。おい、ポタラーを使って合体したらもう元には戻れないかもしれないから、ドラゴンボールみたいなこと言うなお前。二人とも行こう。ノエルぐらいは置いてきてもええんじゃなかったん。そんな怖いこと言った上でノエルを連れてくる理由。